皆様ごきげんよう。ごきげんよう。今回はワルツのライトランジ、スイッチ、リバースピボット、シャッシュトゥーライトのご紹介です。まず踊ってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、スリー、ツー、スリー、フォー、ツー、エン、スリー。逆からもやってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、スリー、ツー、スリー、フォー、ツー、エン、スリー。まずはじめに、僕らがこれをやっていて気をつけていることは、ライトランジはまず、男性の体重移動が左足から右足までで、ロアをしたところからこう水平に移動していったところで、足のちょうど内側、股関節の内側と、ボールの位置ですね、母子球の位置の内側でしっかり体重移動をもうストップするように心がけてます。足の右足に全部乗ってしまうと、女性のシェイクが倒れた時に男性も前のめりになったり、まず女性がシェイクして苦しくなってしまったりするので、ここは男性は内側まで、だから、8割ぐらいですね、完璧には右足に全部乗らないで内側でストップするようにします。でそこから背中をしっかりシェイプさせて、で女性とは反対の後ろの方に自分の頭のエネルギーを持っていくように、僕は心がけています、女性も同じで後ろ側でね、立っている時の感じで見ると、ここから男性の体重移動が内側、ここでストップします。これ以上右足にこう乗ってしまうと、女性はこうちょっと苦しい位置になって、シェイプが倒れた時すごい、やってるように見えるかもしれないけどすごく苦しいです。反対にこの内側で止めてあげた方が、男女にお互い大きなスペースを作ってよりこう楽に反れます。逆側でもやると、男性側から見るとここから足の体重移動とここですね、ここで終わって、あとはゆっくり傾いた、こんな感じですね。で、この後スイッチに入るところでは、今、男性がここでライトランジをしました。ここでシェイクをしました。そしたら一度ここでちょっとロアをしてあげて水平移動で、ここからもものローテーションと自分の背中のローテーションを使ってスイッチします。大事なところはここで、上体をこう動かそうと思ってふっとこうやってやるのではなくて、体重移動をしっかりして、もうここですね、膝ともものローテーション、そしてボディが動く、だから下からこう螺旋状に動いていくようなイメージです。はい、間違った例はやっぱり、今言ったそう、上半身から思いっきりシェイクをしようとして動いた結果、ここからブンってやった時に自分の足のバランスをこう超えてしまって、体がこっち側に女性が進んでしまう、こういうのをよく見かけます。この時スペースは潰れてしまいます。ダンスのスペースはお互い後ろの方、背中が後ろの方にお互いスペースがあった方が綺麗に見えるので、この時にしっかりさっきのもものローテーションを使ってあげて、ライトランジをするときもここから中間からこのまま移動したら、もものローテーションを使ってスペースを取る。でそこからリバースピボットはライズをして、これは戻らないように気をつけて、みんなこう戻ってしまうと女性は止まってしまいます。なのでここはスイッチしたらこのまま自分の左足のかかとの後ろの方にぐるっと女性を投げるようになります。で、投げたらそのままシャッセ。
に行きましょう。多分シャセトゥライトで、一番入りたいのは今のこの足からライズアクションをしながら進んでいくというところと戻ってしまう、これで大きく2つ分かれちゃいます。お互いのこの中心の軸がちゃんと進みながら、男性は進みながらピボットをする。で、女性の場合は右足に乗ってる足からフォワードですね、右のサイドのフォワードしながら左足で塔でピボットする。ここを意識してみましょう。で、そこからは、シャセットライトは今のピボットした足からしっかりスイングを大きく振って足をライズアクションしてください。多分このリバースピボットがうまくできると、シャセットライトの流れも良くなると思います。最後に踊ってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、スリー、ツー、スリー、フォー、ツー、エン、スリー。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、スリー、ツー、スリー、フォー、ツー、エン、皆さんもこれを踏まえて練習してみてください。またね。